左から大公女アナスタシアとオールが、皇帝ニコラス二世、皇太子アレクセイ、大公女タチアナとマリア、及び1916年のコサック。提供、バイナッキーライブラリーロマノフ戦勝者は、ロシア内戦が激化し、第一次世界大戦が終焉に近づく1918年7月17日に、ロシア帝国を統治していたロマノフ家がエカテリンブルク、 似てボリシェビキ発砲隊により一族で処刑されたが、その後多くの人々が処刑から生き延びたと主張するようになったもの。彼らは皆、ロマノフ一族を戦勝するものであり、後にニコライ二世とその家族の遺骨と DNA 鑑定で称号させたことで戦勝が明らかになった。今日までそうした輩からはロマノフ家を名乗り、称号や王位を戦勝することもしばしばあった。 1991年、エカテリンブルク郊外の森で人間の遺体が発見された。彼らはロマノフとその召使いに属するものとして DNA 検査を通じて特定されている。1998年、ロマノフはサンクトペテルブルクに埋葬され、ロシア正教会から受難者と宣言された。しかし、二組の遺体が集団墓地から欠落していた。科学者たちは、 行方不明の家族を殺害の時点で14歳の誕生日を数週間前に控えていたアレクセイ皇太子とアナスタシア大公女またはマリア大公女と特定した殺害時にそれぞれ19人2人の行方不明の遺体の報告は2000年代後半まで続き家族の1人または複数のメンバーが生き延びた可能性があるという憶測を強めた 2007年8月23日、ロシアの考古学者は、エカテリンブルク近郊の焚火場で火葬された2体の人骨の断片を発見したと発表した。それは、ヤコフ・ユロフスキーの手記に書かれていた場所と一致していた。考古学者たちは、その人骨の一つはおよそ13歳から14歳で、亡くなった少年のものであり。 もう一つは18歳から19歳で死亡した女性のものであると主張した。その2体の人骨の断片と合わせて硫酸の瓶の破片と木箱から細い金属片と45口径のピストルの弾丸も発見された。この人骨は金属探知機と発掘調査で用いる鉄棒を用いて発見されたのだった。2008年1月22日、ロシアの科学捜査科学者は 予備試験で遺体がアレクセイとその姉妹の一人に属するのが高い確率であることを発表した。エカテリンブルク地域のチーフ法医学の専門家、ニコライ・ネボリンは結果を外国人専門家によって得られたものと比較、最終的な報告書は2008年4月、または5月によって発行される可能性が示された。2008年4月30日にロシアの法医学者が結果を発表。 DNA 検査により遺骨はアレクセイと姉妹のいずれかに属していることが証明された。これにより皇帝の家族全員が死刑を執行され誰も生き延びられなかったことが証明された2018年現在、ロシア正教会はこれらの遺物を未だ皇室に属しているとは認めていない。ロマノフ家はさらなる分析と彼らの身元の確認のために遺跡を発掘する。 可能性に対してオープンであることを表明している。アナスタシアのサバイバルストーリーは特に有名で数十冊の本や映画によって刺激されてきた。ロシア大公女アナスタシアであると主張した、またはそう信じられていた女性の一部は次の通り。ロシア皇太子アレクセイであると主張した男性が数人存在する。ありがとうございます。